4.4 銀座パレードへのメッセージ。福島復興共同センター代表委員斉藤春義さんです。東日本吉春さんです。東日本大震災と福島原発事故から10年の節目を迎えました。何が問われているのか。被災者支援と復興、そして原発ゼロの運動に関わってきたものとして3点強調したいと思います。一つは噴火の問題です。当時小学1年生は高校生に、小学4年生は20歳になると年月が経過しました。それでも避難を続ける福島県民は3万5000人を超え、原発事故関連死は今も増え続けています。誰でも時間の経過とともに記憶は薄れていくということはあります。ですから メモリアルがあり、そのあの日を振り犠牲者を追悼し、教訓を語り継ぎ、元の生活を取り戻す決意を固めようのです。しかし福島を切り捨てて国、東電、東京電力の責任や原発事故の本質を曖昧にする風化は許すわけにはいきません。2つ目は復興の問題です。10年が経過し、被災地は一見きれいに整備され、立派な道路や建物ができました。しかし被災者本位の復興になっているかということです。実は福島は10年前に復興ビジョンを策定しています。その理念、基本理念を原子力に依存しない、安全安心で持続的に発展可能な社会づくりとした上で、実現すべき事業として、1、日本一安心して子どもを産み育てやすい環境の整備、2、全国に誇れるような健康長寿の県、3、再生可能エネルギーの飛躍的躍進に推進による新たな社会づくりを掲げました。しかし福島では復興といえば三次便乗型、大企業呼び込み型のイノベーション構想の一色です。本来の復興ビジョンを歪める県民置き去りの巨大開発を見直し、県民の暮らしと福祉最優先の復興が求められています。3つ目は原発ゼロの問題です。今こともあろうに脱炭素を口実に、事故も被害もなかったとのように原発を位置づける動きがあります。このようなあくまでも原発にしがみつく勢力を許すわけにはいきません。原発ゼロの実現、そして被災者本位の復興をはじめ、県民要求を実現する道は市民と野党の共闘で原発ゼロ基本法を早期に成立させることにあります。国のエネルギー政策を原発ゼロ、再生可能エネルギーに転換すれば、福島切り捨ての必要性はなくなり、県民の被害や困難、願いと向き合う政治への展望が切り開かれます。そのために皆さんと共に原発ゼロ基本法の制定を求める請願書面を大きく広げる決意を申し上げ、福島のメッセージと福島からのメッセージとします。共に奮闘しましょう。ありがとうございました。これで出発準備を終わります。なんと私たち応援しているかのように青空が出てきました。コロナ禍ではありますが、プラカードと鈴を使って、きっちりとしたパレードをみんなで行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、出発時間は2時ということで決められていますので、今しばらくその場所で待機をお願いいたします。